モデルプレスイコール2020-02-02-2日、横浜、阪内ホールにて、第41回横浜映画祭授賞式が開催され、さよなら唇で主演女優賞に輝いた小松菜奈が登壇した。小松菜奈、横浜映画祭で主演女優賞。スピーチでは、いつか主演女優賞を取れたらいいなと夢見ていた時もあって、本当の今日この瞬間叶うことができて本当に嬉しい気持ちと、ドキドキふわふわしている気持ちと、いろんな感情が入り混じって、とても嬉しいしですと受賞の喜びを表現。W 主演を務めた門脇麦が同じく主演女優賞、受賞式は欠席、成田凌が助演男優賞など同じ作品から複数の受賞者が出ていることにも歓喜し、みんなで賞を取ることができて、それが何より嬉しいですと笑顔を見せた。劇中では門脇とギターデュオを演じていることから、ギターにも歌にも挑戦しており、役者さんって大変なんだなと、できないこともやらなきゃいけない時がありますし、苦手なことは苦手なんだよって思うこともありましたけど、かっこ笑い、その中でできなかった時から希望が見えた瞬間の感動だったり体感は忘れられないことでしたと、充実感もあった得た様子。これからも一つ一つ向き合って頑張っていけるようにしますと今後に向けても意気込んだ。小松菜奈、泣ききました。さらに1ヶ月間で3曲の演奏を仕上げなければいけなかったことも明かし、歌はすっごい苦手で泣きました、かっこ笑いと苦労したことも10回、レコーディングや練習の時も本当に嫌なんだなって思いながら、それでも練習をサポートしてくれた方、麦ちゃんっていう心強い支えもあったのでやっていけましたし、この作品を成功させたいっていう気持ちがあったので、ここまでできたと思いますと門脇らに感謝した。第41回横浜映画祭他表彰式には、主演男優賞の池松壮亮、助演男優賞の成田凌、最優秀新人賞の滝内久美、鈴鹿央士、杉田雷凛、山田杏奈らが登壇。2019年の映画界を彩った名手たちが揃った。モデルプレス編集部第41回横浜映画祭2019年日本映画個人賞作品賞、加工の2人、新井春彦監督。監督賞、石川圭、津軽と遠雷。監督賞、今泉力也、愛がなんだ、アイネクライネナハトムジーク。森田義光メモリアル新人監督賞、片山晋三、三崎の兄弟。脚本賞、坂本淳治、反世界。撮影賞、篠宮秀俊、ミヤボンから君へ、さよなら唇。主演男優賞、池松壮亮、宮本から君へ。主演女優賞、門脇麦、さよなら唇。主演女優賞、小松菜奈、さよなら唇。助演男優賞、成田凌、愛がなんだ、さよなら唇。助演女優賞、池脇千鶴、反世界。最優秀新人賞、滝内久美、加工の2人。最優秀新人賞、鈴鹿央士、津軽と遠雷。最優秀新人賞、杉田雷凛、反世界。最優秀新人賞、山田杏奈、小さな恋の歌。特別大賞、新井春彦、